はい、こんにちは、ミスターまゆみさん、メッセージありがとうございます。そして動画の方もご覧見せていただきました、拝見しました、ありがとうございます。自己アフィリエイトね、かなり進めたみたいですけども、どうなんですかね、自己アフィリエイトをやったら、例えば不動産の面談やったら、こんな前準備がいって、当日は何時間ぐらいかかって、どんなことを聞かれたのか、そして担当者の方は何十代ぐらいの方で、どんなね喋り方だったのかなってこととかを、まあなんかレポートするみたいなのはどうですかね。そうすると動画っていうのはたくさんたくさんできていくと思いますし、どこの会社のなんていうやつの面談はこうだったとかね、どこの会社のなんという FX はこうだったみたいなので、一案件一案件ずつ感想をずっと盛り込んでいって、でいつ頃ね売上に反映されたのか、そしていつ頃それが確定報酬になったのか、いつ頃入金されたのかみたいなのを一件一件にフォーカスするような動画をたくさん作っていくってのもどうかなと思いますよね。それが資料請求なんですけども、確かに資料請求って数百円っていう入金はあるんですけども、それにかかるね作業の手間があることを考えると、どちらかというとやるだけマイナスなのが今なのかなと思いますよね。まあいろいろと申し上げましたけども、ミスターまゆみさん、このね自己アフィリエイトっていうので、例えばまあお金を稼ぐじゃないですか。ちょっと私なりのね自己アフィリエイトのマインドセットってのがあるんで聞いてもらえます。自己アフィリエイトで一番迷惑な人っていうのは、自己アフィリエイトだけやってお金だけもらって、そのお金を別のことに使っちゃう人だと思うんですよね。もちろんこれ考え方はね、私の考え方はこうであって、他の人がそれをやったからダメですよってことじゃないんですよ。だから自己アフィリエイトに対するマインドセットっていうのを私が決めるとしたら、自己アフィリエイトをやっていただいたお金っていうのは、なんかね試食販売みたいなもんなんですよ。一通りの流れが分かったんで、じゃあ例えばクレジットカードの自己アフィリエイトで8000円いただいたら、クレジットカードの今度はねアフィリエイトを100件とか200件決めることによってね、きちんとカード会社に恩返しをするってことができるんですよね。カード会社の売り上げを作って、でその一番最初の研修として自己アフィリエイトやるみたいな感覚なんですよ。これは面談でも一緒ですし、ウォーターサーバーでもそうでしたしね、他のどんな案件でもそういう気持ちでやってましたんで、やっぱりね私はねアフィリエイトを決めるのがすごく得意なんですよね。自己アフィリエイトをやったやつって必ずアフィリエイトをかけていったんですよ。で例えば何かの面談やるじゃん、不動産の面談やるじゃないですか。さあ面談の資料をもらいますよね、面談の話聞きますよね。でそれをブログに書いたりとか動画で発信することによって、まあ一つねその面談っていうのはどういうものか、不動産の今はね現状どうなのかとかね、どんな会社 A っていう会社はどういうふうな考えを持っているのかみたいなのをずっとやっていったのが私のサイトの量産の一部にあったかなっていうところですよね。そのなんていうんですか、マインドセットですよね。自己アフィリエイトマインドセット、これはお金を作るためにやってるんだみたいなね。自己アフィリエイトをやって、その相手方の広告主さんっていうのはまあ、一方的に損するわけですよね。自己アフィリエイトだけやられちゃうと、でそういう考え方もできると。でも自己アフィリエイトっていうのは認められてるんで、最初の資金作るために自己アフィリエイト割り切ってやるっていうのもまあ一つの考え方だと思うしね。まあ速稼塾流の自己アフィリエイトの考え方っていうのは、自己アフィリエイトの報酬を払ってくれた会社には100倍返しするっていうものではあるんですけども、まあ、今はね、自己アフィリエイトのやり方さまざまですから、その辺はどれも正解だと思いますけども、ちなみに私はこう考えてますみたいなことをね動画にさしてみたらどうかなっていうふうなご提案でございました。本日もありがとうございました。また動画待ってます。